皆さんこんにちは。ゲーム機を直してばかりで全然遊んでない男、おじおじです。そうなんです。ゲーム機直してばかりでね、ほんと全然使ってないんですよね。ただ私一つだけめちゃくちゃ使ってるゲーム機があります。それが Xbox One。 1年ぐらい前に直したゲーム機だと思うんですけど、 Xbox One世代で言うとプレステ4ぐらいの世代なんですかね。あれね、めちゃくちゃ良くてね、多分一番遊んでるのがあのゲーム機です。なんでそんなに Xbox を遊ぶんだっていうと、サブスクがめちゃくちゃいい。1000円ちょっとで何十タイトル遊び放題なんですよね。ドラクエビルダーズ2と It Takes Two めちゃくちゃハマりました。面白かったです。というわけで今回はこちら。Xbox Series S。シリーズ X とシリーズ S があって、多分こっちは安い方ですよね。なんか 4K がどうとか、なんかそういう 4K とかには対応してないとか、そういうことかなだと思うんですけど、オールデジタルなんだ。マジか。デジタルオンリー。ブルーレイディスクドライブついてないんだ。日本国内専用だって、そんなんだね。ジャンプイン。こんな感じでめちゃめちゃ遊び放題なんですよ。サブスクにかなり力入れてて、毎月1000ちょっと払えば、もう好き放題遊べるんですよ。これめちゃくちゃいいです、本当に。というわけで、Xbox シリーズ S、ジャンク品があったので買ってみました。ジャンク内容は、電源は入るらしいですが、画面が映らないということです。そうです、皆さん。価値が見えましたね。画面が映らないゲーム機っていっぱいあるよね。スイッチ以外のテレビに映せないゲーム機は、狙い目ですよね。めちゃくちゃ欲しかった。マジで欲しかった。もうテンションめっちゃ上がってる。テンション上がりすぎて前置きがめちゃくちゃ長くなっちゃって。くそ、たまんねえな。Xbox シリーズ S かシリーズ X のジャンク品をずっと探してた。12000円ですよ、皆さん。12000円フルセット。それでは早速開封していきたいと思います。Let's get it on。な、気持ち悪いクリームパンがブヨブヨ動いてましたが気にせず開封開始。いきます。ワーペン。はーい。ジャンプイン。あ、すげえ、ちゃんと。ちっさ。すげえ、ちっさ。保証書も入ってる。まあ、使えないんだが、開けるかな。うわ、ちっさー、これ。おりゃ、こんなちっせえの。やっぱブルーレイドライブないとこんなちっちゃくなるのか。はい、コントローラー出てきた。新しいコントローラーですね。いいぜ。状態いい。素晴らしい。多分こいつ Bluetooth 接続できるよね。錆びてない。いいぞー。テンションが最高潮だ。軽いね。良さげ。大丈夫そう。こちらにコード類かな。HDMI と電源ケーブル入ってます。以上。めっちゃ綺麗。いいぞ。ガチでバリバリ使いたいからさ。本体ですね。ちっちゃい。Wii U ぐらいしかない。すごいな。ストレージ増設ここにある。何のカード入れるんだろう。専用のカードがあるのかな。で、アダプターもないですね。電源も内蔵されてる。Xbox One の初期型めちゃめちゃ電源大きかったからね。初期型の Xbox One のアダプターぐらいの大きさしかないよ、これ。すごいな。電源ボタンここっすね。今までの Xbox と一緒。コントローラーの接続用か。で、USB。で、コントローラーもちょっと変わってるよね。ここが8方向になってるね。で、持ちやすい、ザラザラのあれで。ちっちゃくなってない、ちょっと。そんなことないか。少し小さくなってるような。ここもなんか変わってるね。アナログスティックも。じゃ、早速ですけども、起動してみますか。メガネ刺します。やべ、楽しみだなぁ。とりあえず何も刺さずに行きます。プラグ刺します。オン。刺した。はい。行きますね。タッチ式じゃなくて、ちゃんとボタン式なんだね。電源、オン。あ、入る。入りますね。ピコリンってなった。エラーとかもなく、落ちることもなく、普通についてるっぽいですね。やっぱり電源は入りそう。じゃ、キャップ棒に移してみますか。ほい。うん。やっぱり映らないね。もう一回電源入れます。電源、オン。入った。反応は来てる。信号が来てることにはなってるけど。コピープロテクト？ちょっと待って、今コピープロテクトって言ったぞ。待って。コピープロテクト、あ。すげえ嫌な予感する、今の。すげえ嫌な予感する。やば。やべえ。今一瞬コピープロテクトって出たな。しかもほら、キャップ棒反応してる。真っ黒でしょ。反応出てて。一瞬コピープロテクトって出た。HDMI 刺さってるってことは認識してるね、こいつね。で、コピープロテクトについてもやり取りできてる。映るんじゃねえかこれ。嘘。始まっちゃったか。これ怪しいよ。今こっちは画面、あれです。モニターが映ってます。付属の HDMI ケーブルで繋ぎます。頼むぞ、マジで。マジで頼むわ。お願い。いきます。電源、
オン。来るなよ。来るなよ、ここ。このランプ。来た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 、やばい来た。青になった。青になってる。あ、信号なし。ぶねえ。ぶねえよ。青になったからさ。やべえと思ったよ。びっくりした。信号なしだね。なんかおかしいね。何がおかしいんだろう。あ、消えたり、ついたりしてる、こっち。120fps 設定になってないか？この感じなんか、いいモニターにつないで、その設定が残ってるんじゃないか？これセーフモードやってみた方がいいんじゃない？先に。そんな感じしてきたな。あ、これ怪しい。これ待って、マジで。頼むよ、本当に。セーフモードとかで治るなよ。来ます。一旦電気落とします。切りました。ビープ音が2回するまで長押しすればいいんだって。行きますね。電源、オン。まだ長押し。まだ。あれ ?2 回目聞こえないな。あれ、もう一回。行きます。はい。1。あれ、セーフモードが入れない。もう一回。1。セーフモードにならん。あ、違うわ。日本語で検索すると電源ボタン長押しで出るんだけど、電源ボタンと一緒にシンクボタンを同時押しして、シンクボタンをそのまま押し続けないといけないみたいな。電源ボタンを離していいっぽいですね。両方同時に押して、で、こっちを長押し。このままビープ音。聞こえた。セーフモードで起動した。ああ、チンゴらしい。よかった。映らねえ。よかったです。え？範囲外って映ってる。なんだ？もう一回やってみます。セーフモード。ああ、ダメだな。水平周波数。垂直周波数。あれ？これ。どういうこと？ダメっすね。セーフモードでもダメか。じゃあ最後の手段っすね。ちょっと HDMI ケーブル変えてみます。スイッチのやつかな？に変えてみようか。これで映らなければもう故障でしょうね。はい。電源、オン。信号は来るのか。映るなよ。めっちゃ映りそう。あぶねえ。範囲外。あ、やっぱり変わらないっすね。範囲外って。範囲外ってなんだ？なんだ範囲外？範囲外？なんじゃそりゃ。範囲外？一緒だね。変わらない。範囲外。なんか映像がバグってんのかな？もう一回キャップ棒試してみます。信号は来てるっぽい。信号は来てるが映らない。でも HDMI 見た感じ普通なんだよな。これ HDMI なんですけど、普通なんですよ。ね。全然普通。傷んでない。だから HDMI ポートのせいじゃない気がする。垂直同期がどうこう言ってたから、足がどこかダメなのか、ちょっと掃除してみようか。変わるかな。はい、電源入れてみようか。オン。信号来ました。あ、やっぱり範囲外。範囲外って何なんだ。ずれてる。映像は出てるけど映せない。接触不良っぽいけどな。ちょっとグリグリやってみる。今グリグリやってます。あ、変わらんね。グリグリやっても接触不良じゃないのか。範囲外。もう開けてみるか、もう。うん。もうちょっと分解しよう。オッケー。分解します。さあ、分解しようと準備していたその時、ジャンクゴッドからのお告げが。分解しようと思ったんですけど、もう一個だけやっていいですか？もう一個だけ。セーフモードに入ったけど、何もできてなかったじゃないですか。セーフモードの中で、初期化してみようかな。もちろんこっちから画面見えないんだけど、見えないけど、操作して、やったろうかな。さっきから試している起動方法は、正確にはセーフモードではなく、Xbox スタート設定問題解決ツールというらしいです。起動の問題を解決する機能ですが、画面表示設定、解像度や FPS などはリセットされないものなのかもしれません。普通はセーフモードでは低解像度設定に変わりますよね。もし前の持ち主によって 120fps 出力設定にされてしまっていることが画面に映らない原因であれば、このスタート設定解決ツールで設定を初期化することでフル HD の 60fps に戻せるのではと考えたわけです。全く画面見ないまま初期化してやろうかなと思って、なんかそっちの気がするんだよな。やっぱりどう考えてもセーフモードに入るだけじゃダメかもしんねえ。そこで初期化しないとダメかも。そんな気がする。もう一回だけやらして、それでダメだったら分解する。分解しても意味ない気がする。これ壊れてる匂いがしねえんだよ。もうこの百戦錬磨のお嬢寺からすると匂いでわかるんで、大体壊れてるやつはプンプンしてるんでね。よし、じゃあ行きます。コントローラーの接続ボタンを押しながら、ペアリングボタンか、ペアリングボタンを押しながら電源ボタンを押す。ペアリングボタンを押したまま2回目が鳴る。鳴った。これで今なんとかモード入ってます。で、こうなる。範囲外になる。コントローラーつなげる。つながった。ここで最初はトラブルシュートで行きますよ。下
押した。これでリセット Xbox になってるはず。A 押す。ゲームとかアプリはそのままでリセットしますかって言われるんで、多分ここで A 押す、もう一度。押した。鳴った、音が鳴った。リセットされてる、今リセットされてます。来るか、設定がリセットされた。来い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 じゃない、待って、来い来い来いじゃない、分解もしてね。来た。ジャンクの匂いがしねえんだよ。やったね、やったねじゃねえんだ、どうしよう、やったねじゃねえんだ。設定リセットしないといけないんだ。いや、設定リセットするにしてもできないでしょ。設定リセット、画面見ずに設定リセットむずいよ。どうしよう、どうしよう、この動画。ああ、映った瞬間嬉しかったけど、やることなくなっちゃった。まあ、いっか、こういうラッキーなジャンクもありますよっていう動画にしてもいいですか、皆さん。めっちゃ短くなっちゃうな。パーツ買ったんだよ。HDMI 端子が壊れてた場合を考えて、HDMI 端子と HDMI の IC ですね。マジか。簡単すぎるぜ。なんかできることあるかな。まあいいか。手抜き動画ですね、今日は。前もって買った場合に限って壊れてないわ。どうしよう。今回は本当のボロ儲けですね。こんな綺麗なの。ほんと新品みたいな感じ。ほとんど触られてないと思うわ。全然ここもすり減ってないしね。裏側のブツブツも。ブツブツって。滑り止めとかも全然そのまま残ってるし、白なのに全く汚れがない。全然遊ばれてない、これ。めちゃくちゃ状態のいい中古品を買っちゃった。キャブ映った。めっちゃ綺麗に映ってる。どうしよう。こんな感じで。普通に使います。びっくりです。で、ちょっとインストールします。動作確認してみよう。かぁ、綺麗なぁ。いや、すごい。すごいです。うわ、すげえ。あ、酔う、酔う、酔う。ダメだ。気持ち悪い。タートルズやってみようかな。ミケランジェロ。それもミケランジェロや。カワバンガや。負ける。嘘だろ？動作も快適で全く問題なし。こいつは困った。はい、動作確認しましたけど、全く問題なかったです。なかったです。普通にゲームもできました。というわけで、これね、分解して、掃除していきたいと思います。掃除していこうか。ええ。あとこれ、あれじゃないですか。今動いてますけど、もしかしたら、ホコリが詰まって熱暴走とかしたら、とんでもないですよ。ファンのここ、排気の部分、熱すごいんで、これ中相当ゴミ溜まってるね。確実に。グリッサーもとんでもないことになってるし、皆さん、これこのままほっといて、このまま使ってたら壊れます。危ない。熱がすごすぎる。これ分解して掃除しないとまずいです。掃除しましょう。そうでしょう。じゃあ分解して掃除してみます。多分そんな汚れてないと思うけどな。ここ開けてみますか。あんま傷つけたくない。おい、こっちも。結構あれだね。わあ、傷ついちゃったシールだけど。わあ、シールすら傷つけたくないな。分解しちゃうと保証を受けられなくなっちゃうと思うんで、皆さん気をつけてください。トルクスです。トルクスいきますか。はい。分解楽になってるっぽいな、これ。Xbox One とかめちゃくちゃ分解めんどくさかったから、いいですね。分解なんてのは楽な方が一番いいですからね。こうやって開けると。お、もう開いてきた。いきます。スライドかな。はい。オープン。ただの蓋。そして、熱。めちゃくちゃ熱いわ。相当熱持つな、これ。まあ、この小ささで、あの能力だとそうだよな。いくらバカでかいファンがここについてるとはいえ、そりゃ熱くなるわな。はい。ビービー！よし。なんか緑のネジを外すと、箱から取り出せるようになるっぽい。白ネジの場所覚えとかないとな。Xbox って1の時もそうだったけど、全体的にシールドで覆われてますね。他のプレステとかもそうなんだろうけど、わかりやすいよね、形がね。小型化したパソコンって感じよね。こうやって外すの。はい、外れた。ああ！バカなことした。大丈夫か。痛え、切れた。痛い痛い、切れた、切れた。痛い。で、これ全面っすね。全面が、Bluetooth とかかな。Bluetooth モジュールみたいな感じかな。コントローラーと。いてー、コントローラーと繋がるところ。物理ボタンになってるからいいね。
あの Xbox One の時のさ、タッチセンサー式はさ、誤反応したりするんですよ、劣化してくるとね。めっちゃうざいんだよ。夜中さ、テロリンってなってついたりするからさ、こういう普通のボタンの方がいいな。じゃあこの辺外していきますか。うん、簡単だね。前面のパネルの基板を外します。しかも封印シールなかったな。もともとなかったのかな。で、これ取れるの？ケーブルないね。コネクターでハマってんだ。ほら、コネクター式になってメイン基板とここで繋がってる。素晴らしいね。ケーブルないのは素晴らしいな。好きだな。ケーブルちょっとうざいよね。全部コネクター式かな。ここいいじゃないですか。ほら、これもコネクター。コネクター楽でいいじゃん。でも Wi-Fi とかかな。なんだろうこれ。こっちも外します。ネジの大きさもこの一緒だからいいわ。組み立ての時も間違いにくい。新しいゲームを分解するのっていいね。面白い。で、これも多分コネクター式なんだろうね。おや、すごいです。コネクタ。あとは上を外していけばいいのかな。全部外すか。覚えれるかな。わし、おい、勝て。うん、あとは白か。 OK、 全部外れたかな。この向きだな。お弁当箱みたい。はい、取れました。いや、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。ほこり一つ入ってね。使ってたんかこれ。なんか何かのみたいなやつを取るために開けました。そうです、そうです。意味あったね。めっちゃ綺麗な。で、これがファン、電源ユニット。めちゃくちゃ小さくね。こんなもんなの、電源ユニット。いや、ほんと進化してるんですね。素晴らしいですね。よいしょ。ファンを一旦どかして。ファンのコネクターがすごく取りにくいな。 OK、 取れました。めちゃくちゃ綺麗です。掃除しなくていい。これ案の定掃除しなくていいわ。そしてここ電源ユニット、エアフロー、すごいね。取れるのかな。置かれてるだけっすね。やっぱ DVD ドライブがないだけでこんな感じになるんだ。あ、ここのコネクターでここと繋がってんだね。プレステと一緒だね。こんなちっせんだ。はい、なんかのチップ、チップセットみたいなことかな。これなんだっけ、これ、これいつも名前忘れるんだよな。これなんだっけ、これ、これを取りたい。あ、取れねえ。基板の裏についてんのかもしんない。じゃあこの USB がちょっと飛び出てるから、こいつどかさんといけないわ。あ、なるほど。ここのストッパーみたいに取って、ほっ、よいしょ、どっせー、取れたー。そして裏返して、あー、これあるんだね。何、バックルみたいなやつ。これ取らないといけないな。これコンデンサー飛ばしそうで怖いな、これテコでやると。このこういうチップ飛ばしたらまずいからね。マイナスドライバーとか使うか。あー、あ、これで壊したらどうしよう。 OK、取れた。むず、テコで外して、引っかかってる部分、あとはそばから。 OK、こんな感じかな。取れない。OK、取れた。大丈夫だよな。この辺のコンデンサとか吹っ飛ばさないように気をつけないとね。取ります。よいしょ。うめぇ。あ、でも若干もう硬くなってきてんのか。その大してあれだけど、若干硬くなってきてるんだね。大したことないけど。これがメイン基板ですね。めちゃめちゃ綺麗。何の問題もございません。これが APU。ここそう、ここ何のスロットだと思ったら、これ専用のさ、外付け SSD 付けれるらしいです。でも専用品でめちゃくちゃ高い。絶対買う人いないだろうと思うけど。これが SSD ですね。これ変えたら容量アップできるのかな。外付け SSD も使えるそうなんで、外付け SSD で容量アップ測ってもいいけどね。あ、見て、何これ、ヘイロー、すごい。ヘイローかな。で、そう、これっすよ、HDMI。HDMI これっすね。俺もここのパーツ買っちゃったんだけどな。大体なんか映らない原因としては、調べた限りでは HDMI ポートの故障がよくあるらしい。ここのハンダ不良とかですね。ここのハンダ不良とかもあるらしいしですね。あとはこいつが壊れることもあるっぽい。 HDMI の下にあるこれ、こいつがちょっとハンダ剥げてしまってるとかもあったりするみたい で、俺が買った部品がこれっす。タイマーか、 HDMI のタイマーってやつか。で、これの不調でも壊れることがあるらしくて、一応部品買っておいたんだけど意味なかったね。健康そのものでしたね。グリス塗り直しますか。ではグリス塗り直していきます。結構もう硬くなってますね。これは交換しといてよかったかも。パサパサになってる。めちゃめちゃはみ出しまくりだけど、こんな雑な塗りでいいのか。すごい今愛着湧いてるんで、俺の Xbox めっちゃ綺麗にするわ、せっかくなんで。じゃあこの良さげなやつ塗ります。綺麗に塗ろう。わ、なんか汚ね。綺麗に塗ろうって言ってなんか汚ね出てきた。なんか分離してるじゃん。やめてよ。いきなり汚ね。やだ。まあ、いっか、こんなもんで。はい。今日はなんかいつになく丁寧でしょう。
マジで欲しかったからね、これ。オッケー。じゃあ閉めますよ。はい、ほいと。あ、入った。家庭。オッケー。いいぜ。いい感じだぜ。幸せだぜ。うわ、結構すっぽり入るね。入れやすいね。はい、この向きかな。で、絶対忘れちゃいけないのが、そうです。コネクターですね。これだけは絶対忘れちゃいけない。また分解しないといけないから。はい。そして、電源ユニット。オッケー。じゃあ、シールド閉めます。うん。で、閉めて、裏返して、ネジ閉めていきますか。はい。そして、ケースに戻すのかな。オッケー。入った。ボタン押せね。あれ、ボタン押せねえぞ。ボタンが押せねえ。あ、ボタンそれボタンないもん。押せないわ。ボタンつけてねえよ。まずボタンをつけないとな。OK。よし。はい、こっちも。はい。で、横。ここにこれ。はい。はい。はい。入った。OK。ここでやっと戻せるわけだ。OK。いてて。で、入れて、最後に、ここで調整か。OK。入った。ボタンも押せます。バッチリで、残りは緑のネジですね。太くて硬くて長くて緑色のネジ締めていこう。確かに XBOX だわ、これ。もうボックスって表現がぴったりだね。確かに。はい、 OK。 締めちゃうよ、マイボックス。はい、スライド。そして最後ここですね、ネジ締め。最後、目隠ししましょう。できたー、完成です。ちゃんと動くか見てみようか。キャブモードします。電源オン。入った。かっこいいね、起動。問題なくつきましたね。一応は重いゲーム起動して立ち上がったね。ちょっとゲームしてみよう。あはっ。 OK。 任せんか。はい、というわけで全く問題ないですね。うん、大丈夫そう。じゃあ、まあグリスも乗り換えたし、普通に使えるんじゃないでしょうか。よかったよかったね。え、よかったね。こんないいものが 12,000円で手に入りました。やったね。とはならないんじゃ。とはならないでしょう。ジャンク修理何もしてないよね。何もしてないんですけど。何もしてないんですけど、ということで何か修理しなければなぁと考えまくった結果、次の動画で公開する予定だった激安1400円で買った新型の XBOX コントローラーを修理しました。しかしこの時点で動画が20分を超えており、ダラダラ長すぎるのもあれなんでカットします。この修理は編集が終わり次第サブチャンネルの方で公開したいと思います。よければ概要欄から見てください。というわけで XBOX シリーズ S 修理成功ですね。エラーを直したんで修理ですよね。というわけでここからはですね、ちょっと打足なんですけど、お嬢ちゃん冒頭から XBOX 欲しかった欲しかったってずーっと言ってるじゃないですか。 XBOX 何がいいんだっていうのをですね、ぜひお伝えしていきたいです。よろしいですか。興味ない方はぜひ飛ばしてください。お嬢ちゃんはにわかジャンカー兼にわかゲーマーなんで、毎日ゲームするようなタイプじゃないんですけど、ただそんなね、にわかゲーマーには XBOX めちゃくちゃおすすめなんですよ。その理由がこちらです。ゲームパス。 XBOX のゲームパスめちゃくちゃいいんですよ。最初の方でも少しお話したと思うんですけど、これゲームパス入っとけばもうゲームやりたい放題です。何種類ゲームあるのかな。何種類あるか分かんないんですけど調べておきますね。確かね、プレイステーションにも同じようにありますよね。プレイステーションプラスエクストラだっけな、ゲームのサブスクができるってのがあって、まあ、それの XBOX バージョンがこちらですね。アルティメットっていうプランがあるんですよ。これがすごくて、月額1100円なんですよ。この1100円の中にオンライン代があるじゃないですか。オンラインプレイをするための料金も含まれてるんで、もうこの1100円でマルチプレイもできるし、遊びたい放題だと。この XBOX のファーストパーティーっていうんですか、この XBOX ゲームスタジオが出すゲームについてはもう発売日から遊べるんですよ。すごいですよね。発売したばっかりの新しいゲームが速攻でサブスクに入ってくるんですよね。まあ別に XBOX ゲームスタジオでそんな遊びたいゲームあるかっていうとそんなにないんだけど。ここまでは普通じゃないですか。この XBOX だけじゃないですよね。
PC でも同じようにサブスクが共有できるんですよ。パソコンでも同じアカウントを使えば、パソコンの Windows のパソコンでゲームができるんですよね。すごいっすよね。リビングでは Xbox でゲームして、自分の部屋ではパソコンでゲームする。全部このサブスクに含まれている。パソコンと Xbox 両方で使えるっていうのはめちゃくちゃいいなっていうのがあるのと、あと、リモートプレイ。クラウドゲーミングも対応してて、Xbox クラウドゲーミングかっていうのもこのプランに入ってれば使えるんですよ。で、クラウドゲーミングなんでダウンロードとかする必要なくて、スマホとかタブレットとかでゲームできます。ただ、クラウドゲームに関しては、ラグとか画質が荒くなったりだとか、全然実機並みじゃないんですけど、ただ、例えば、ゆっくりプレイできるシミュレーションゲームとか、ちょっと余裕のある、忙しくないゲームとかだったら、まあのんびりやってもいいんじゃないかなと思いますね。もちろん、プレイステーションの1000倍のタイトルとかあるじゃないですか。ああいうのもプレイステーションプラスのエクストラとかにしかないんだけど、Xbox ゲームパスの方はなんかね、めちゃくちゃ大人気のゲームって感じじゃないけど、なんかインディーゲーというか、みたいなの結構ね、幅広くあって、いいんすよね。それに加えて最近はなんか日本のゲーム、ほら、二の国と、太鼓の達人、龍が如くとか、日本のゲームも多くて、最近ハマったので言うと、ドラゴンクエストビルダーズ2、ほら、ドラクエビルダーズとかもあるんですよ。あと、ドラクエ11もあるんですよね。プレイステーションの方にも最近これ入ってたけどね。ビルダーズめっちゃハマって、やりましたね。この1100円の中に EA プレイも含まれてるんで、EA プレイの対象のゲームも遊び放題なんですよね。だからこれも It Takes Two もそうだし、あともバトルフィールドもそうだし、やりたい方ですね。俺みたいに全然ゲームしない人ってあれじゃないですか。どのゲームがいいかとかよくわかんないし、てかまず自分の好みすらわかんないじゃないですか。このゲーム面白そうだけど買ってハマるかね、俺これハマるかねと思うじゃないですか。自分がどういうゲームが好きなのかもう全くわからないし、やってみようって買うのもなんか金出すのもちょっと怖いなって人は、つまみ食いできるんで、こういうゲームにはまるんだなみたいな、自分の好みがわかるっていうかさ、そしたら、ほら、新作とか出ても、あ、このゲーム、あのゲームに似てるから面白そうだな、みたいな。でもドラクエビルダーズハマると思わなかったもんね、自分が。だから Xbox はマジで欲しかった。Xbox One が起動遅くてね、めちゃくちゃ起動遅いんですよ。シリーズ S めっちゃ早いから、すげえ楽しみっす。めっちゃ嬉しい。まあ、週に1回ぐらいしかゲームしないんだけど。はい、すいません、打足でした。はい、というわけで今回は、久しぶりにボロ儲けジャンクに当たってしまいました。これだから、そうでしょ。これだからジャンクはやめられねえんだ。ただ動画としてはすごくしょぼいので、今びっくりしてます。ビビってます。Xbox はほら、箱に書いてたけどさ、確か 120fps で 2K だっけの画質まで対応してるらしいんで、多分その辺の設定がいじられてたんでしょうね。で、その設定のせいで、多分確認する方がモニターの方に映した時に何も映らないと。セーフモードで画質を落とした状態で起動しようとしても起動できなかったと。ちょっとね、なんでセーフモードで起動できなかったのかっていうのちょっと想像ついて、俺も最初来た時にさ、セーフモードでとりあえず試そうと思って調べたんだけど、あんまりヒットしないんですよね。情報が少ないのか何なのか。普通さ、パチャパチャ調べたらすぐで出てくんじゃん。全然出てこなかったんですよね。実際は同時押しで起動するとセーフモードに入るんじゃなくて、設定変更メニューみたいな、初期化メニューみたいなのに入るっぽくて、そこでは画質設定は落とされてないんですよね。高い画質とか普通のモニターに映せない設定のまま設定変更画面が開かれてる状態だったんですよ。てっきりそこでもうセーフモードで画質落とされた状態で映ると思ったんですけど、映らなかったんですよね。気づけてよかったです。皆さん、ジャンクって楽しいですね。かわいい子だ。かわいい子だ。まあ、動画的にはあれですけど。というわけで今回も、よしよし。あ、そう、前回こっち忘れてたんだ。ジャンクな Xbox を修理したので一生です。そして、コントローラーもついでに直したんでもう一生です。なぁ。敗北が知りたい。敗北が知りたい。こんな感じで、どうですか？こんな感じでちょっと勘弁してもらってもいいですか？すいません。物足りなかったね。すいません、本当に。俺はめちゃくちゃ嬉しいですよ。皆さんには本当にちょっと、申し訳ないです。すいません。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ、バイバイ。よし。こんな小さいのな。しかも動作もめちゃめちゃキビキビだったぜ、これ。ストレスがなかったわ。触ってみて。いいぜー。